おっとジョン、ここも渡辺がもらって決めました。10点リード。まんべんなくスタートファイバー得点を取っていきました。その中でもスコットが6得点狙ってくる可能性はありますね。渡辺、いいパスだ。コトヨが決めてきました。今のも素晴らしいですね。渡辺のスリーポイント、これは大きい。綺麗に決まりました。これで突き放して9点リードに変わります。また宇都宮が突き放してきました。ヒカルガのアシストは4つ目。いいプレッシャー、前に出る。そしてスティーブン・クーテーブス、ここもいい守りからでした。宇都宮ますね。ここで3ノーバーからかなりまた得点を上げているのは宇都宮です。これでまた3ノーバーからの失点ですよね。結局ジョッシュ・スコットからすぐボールを回したテーブス、渡辺ちゃんとシュート決めてきた。もう火ついちゃってますね。竹内からもらって渡辺また決めた。鍋タイムですね。ですね。感じは悪くないんですけどね、ただターンオーバーとあとはディフェンス止めきれてないってことですよね。はい、もうどうまた渡辺です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。鍋タイム出ましたね。はい、出たんだったら良かったと思います。渡辺選手の3、やっぱりちょっと群馬の流れを止めるっていう意味で今日すごく大きな意味あったんですけど。そうですね、ここ最近の連敗の時はあまりこう積極的にシュートを打てなかったので、まあ、自分の良さみたいなのを再確認できて良かったかなと思います。あとジョーンズ選手に対するディフェンス、チームとしてしっかりコミットしてできたんじゃないでしょうか。そうですね、開幕戦かなりやられましたので、その反省は生かせたのかなと。やられっぱなしだとね、うちのプライドもそのままなってしまうので、しっかりと今日はチームで守れたんじゃないかなと思います。特に後半の20分はブレックスメンタリティがしっかり出せた20分だったと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、相手の、ね、群馬さん の、 負傷者の部分っていうのはもちろんかなり影響はあると思いますけども、本当にこう勝負事なので、しっかりと借りは、一生返せたので、明日またやり返したいなと思います。明日も楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はシーズンハイ16得点、そして4本のスリーポイントを決めた渡辺博之選手のインタビューをお届けいたしました。確かに今日は、ね、乗ってましたね。いや素晴らしかったですね。前半で、ね、3ファールしてしまったんで、ね、どうなるかと思いましたけどね。はい、でもファール覚悟でもハードにディフェンスしてるっていうことにもなりますしね。はい、3クォーター本当勢い乗せましたもんね。どんどん点差を広げる位置になってました。やっぱり鍋タイムになるとブレックスは強いですね。ですよね。